大剣製引き戸の戸車の交換方法をご紹介します。まず扉を取り外し、作業がしやすいように外した扉を寝かせます。床や扉に傷をつけないようにマットなどを敷いて作業してください。扉の転倒には十分注意してください。戸車の取り付けネジを取り外し、戸車を外します。ネジ穴に補修用の埋め木をします。ネジの保持力を高めるために必ず埋め木を行ってください。埋め木に接着剤をつけます。ネジ穴に埋め木を入れます。埋め木の頭が飛び出した場合にはカッターで削ってください。付属のネジで新しい戸車を取り付けます。扉を取り付けてスムーズに開閉できることを確認します。